ございました。今日は一日握手会とステージイベントから始まってグループ握手会とあとはアンダー21のお楽しみレーンとまとめ出し握手会ありがとうございました。めっちゃ楽しかった。あ、マサさん、クマありがとうございます。楽しかった。なんか一日でこんなにいろんなことができて、あのステージイベントも握手会も一日でどっちもできてすごい楽しかったし、グループ握手会も自分のファンじゃない方とかも方にもたくさん会えたのですごい楽しかったです。今日はいろんな人と出会いました。お楽しみレーンでもねいろんなファンの方と会えて、ね、お楽しみレーンさ、みんなフリースローかと思ったらグループによって違かったですね。よかった、フリースローで。バスケ好きなのでフリースローでよかった。なんか練習して来てくれた方とかもいてね、せっかくだからみんなにサイン渡したかったな。今日は珍しく編み込みしました。なんかこの髪型って結構崩れやすいから公園とかだとあんまりねやらないんですけど、崩れちゃうから今日はそんなに踊んない4曲だけだったからやってみました。握手会もあったしね、たまには普段しない髪型しようと思ってしてみました。どうですか？なんかこの髪型と合ってる、この服が。ケーキ、あずちゃんとそれ、そう、本当にたまたま同じだったの、あずちゃんと。嬉しい。あずちゃんはまだあのね髪型が固定だから普段お揃いできないんですけど、でもお揃いしようって言わないでたまたま一緒だったのがねより嬉しかった。ジラピケ、これジラピケです。可愛くない？めっちゃ着心地いい。これしかもちょっと丈長くて1枚で着れるしいいね。やっぱこういうジラピケのなんていうんだろう、こう T シャツみたいな T シャツを着がち、冬も夏もめっちゃ着心地いい。かわいいよね、ピンク。やっぱ家だと部屋着だからね、ピンクでもいい感じ。明日の髪型は決めてないです。いつも当日に決める。あ、そうだ、それでアルバムの発売が今日発表されたんですけど、それで今度は握手会じゃなくてツーショット撮影会、みんなと一緒にツーショットが撮れるツーショット撮影会なんですけど、初めてで嬉しい。ずっとやってみたいなと思っててツーショット嬉しいです。一緒に撮りましょう。
ぜひ来てください。もう申し込み始まってるらしくて、発表してすぐね。ツーショットずっと やってみたいと思ってたから嬉しい。私服ですよね、私服で。でもそんなにあのお話もちょっとはできるんじゃないですか。さすがにお洋服まだ決まってない。あ、マサさん、クマありがとうございます。写メ会初めて。だって7年ぶりとか言ってなかったですか。7年ぶりくらい撮影会。そう、パーテーションが間にあってっていう感じらしいです。2018年ぶり、6年ぶりか。6年ぶりらしいです。あれ、なんかこれ飲もうと思ったらストローない、ストローなんか飲めない。これストローなくていいやつなのかな。あ、マサトくん、クマありがとう、ありがとう。でも説明的にストローなくて良さそうな感じがする。どうなんだろう。なんかこれ美味しそうと思って買ってみた。濃い味。ストロー多分ついてないってことはなくていいってことだよね。あ、なくて良さそうだよ。いただきます。なんか久しぶりすぎて濃いのか分かんないでも美味しい。うん、美味しい。これセブンかな。うん、夜行場で帰ってる。ありがとうね、遠くから来てくれて。気をつけて帰ってね。マミー、マミーです。これ昔からあるよね。おいしい。紫の衣装かわいかったね。かわいいよねあれ。あの握手会も衣装でできるの、なかなかあんまりそういう機会ないから嬉しい。あ、しめぞうさん、クマありがとうございます。ありがとう、今日も来てくれてありがとう。あ、あやちゃんもクマありがとう。ね、フリースロー楽しかったね。楽しかったねって1回しかやってないけど、最後にみんな上手だった。難しいよねフリースローって。なかなかやらないからね普段。みんな練習してきてくれたんですかフリースロー。なんか一緒にバスケする企画とかしてみたいね。今日は応援するだけだったので、ね、みんながフリースローしてそれを応援する回だったので、今度は一緒にやりたいな。フリース最後やったの見てくれてましたか。うん、ゆきたんとかえりちゃんと同じレーンだったから3人最後にやろうってなって、で
3人の中で最後だったから、わこれなんか決めるしかないなと思って、絶対決めたいなって思ったんですけど、本当に最後でめっちゃ緊張して、でもなんとか決まりました。嬉しい、よかった決まって。うん、決まると思わなかった。そう、もっとバスケ部です。全然やってないけど、もう中学校だけだったから、何年ぶりだろう、6年ぶり6、7年ぶり。え、めっちゃちゃんと行ってましたよ。めっちゃ頑張ってた、部活ちゃんと頑張って、朝練とか休日とかも夏休みとかも結構ちゃんとやってました。ね、バスケしたくなった、久しぶりにやって。みんな何部だったんですか、学生の頃は。でもさ、大人になってもさ、スポーツしてる方とかいるじゃないですか。いいよね、なんか普通に部活とかじゃなくて、部活とか習い事でもなくて、普通に趣味としてスポーツやってるの、なんかいいなって思う。やりたい、なんかそういう集まりみたいなのがあるのかな、大人でやる集まりみたいなの。なんか BGM かけたいんだけど、ショールームって BGM かけちゃダメだよね多分。なんかフリー素材、フリー音源みたいなのないのかな。お代理さんがたまにショールームでなんか流してたよね、音源 BGM。 AKB の曲ならいいの。髪型かわいい、ありがとう。なかなかやらない髪型。どう？握手会もさ、自分で、普段の握手会だとさ、自分で髪型やるからさ、こうやってちゃんとなんか綺麗にできない、うまくできないから、本当にこういう機会じゃないとできないから。よかった、かわいい髪型できて。お代理さんなんか流してたよね BGM。 たまごっちみたいな、たまごっちみたいな音。今日行きました、ありがとう、来てくれてありがとうございます。オンラインもツーショットもぜひ待ってます。また来てね。今日は30分だけの予定です。次みんなと会えるのいつだろう、明日？早い人は明日だね。明日、明後日、明後日もまた公演が、出張公演が
あるので3日連続楽しみ、めっちゃ楽しみ。もうまた毎日集中公演したい。47都道府県毎日1ヶ月半かけてやりたい。走って握手レーン来るの偉すぎた。いや偉くない、遅れちゃったからさ、時間に遅れちゃったからちょっと急いで、一番端だったからさ。ありがとうね、待っててくれて。明日は香川だっけ、香川、和歌山、広島、全部初めて行く。もう出張公演今回行くとほとんど初めて行くから嬉しい。もうどんどん今47都道府県中何箇所行ってるんだろう自分。何があるだろう。香川はうどん、香川うどんで、岡山は、岡山の名物って何ですか。広島はお好み焼きらしいけど、岡山は何だろう、きびだんごとか。そうきびだんごは有名だけど、ご飯ってなったら何があるんだろう岡山。フルーツ、あフルーツ大好き。和歌山じゃなくて岡山ね。瀬戸内、瀬戸内あと岡山か。岡山初めてなんだけど、マスカットが有名。あそうなんだ岡山。なんかご飯なんだろう、なんかおととい3日前の東北、どこだっけ、秋田県出張公演行った時のきりたんぽがめっちゃ美味しかった。初めて食べたやつ。今週行くとか瀬戸内が岡山県。その辺岡山とかってさ何地方になるんだろう。岡山は関西でもないよね、関西の下だよね。岡山は中国地方か。瀬戸内、中国地方、じゃあ関西よりも下なんだ。そっかそうだよね。一回さ小学生の頃に47都道府県全部覚え暗記したんだけど、すごいその時の自分、全部暗記、あのテストとかあったじゃないですか。あった、ありました、みんな47都道府県のテスト、それ合格するまで一生やった。和歌山名物はやっぱりきびだんごのイメージが多い、大きい。きびだんご美味しいよね、きびだんご。でも意外といけるかも、東北は。お、関西までならいける。新幹線で行くの、何で行くんだろう、わかんない、わからないです。
47の素敵な街歌詞覚えたら。そういうのあるよね、なんかあの曲の歌詞で覚えるとかあるよね。あ、今日はあの声つんじゃったな、カップリングの夢見てごめん、アンダー21選抜の夢見てごめんが初披露でした、ファンの方の前で。あの振り付け可愛いからさ、いつかみんなの前でやりたいなと思ってたら今日できました。可愛くないですか、あの振り付け。そう、ちゃんと見ると結構振りが細かくて難しいんですけど、ね、手振りだと簡単そうに見えるけどあれ意外と難しいんですよね。そうなの、難しい、ちょっと難しくて。そう、1曲目から嬉しい、1曲目からやらせてもらえて、また披露したいな。もうなんか今日のステージイベントはちょっとなんか結構焦っちゃってたので、楽しかったのはもちろんなんですけど、ちょっと焦りが出てしまって、そこが反省ですね。一回もみんなで合わせられなかったから、今回ピンときたはちょうど前日にあの星屑テレパスのイベントやってたので、そこでも披露したので、ピンときたは結構みんなで合わせられたんですけど、ちょうどすれ違う瞬間とかフルでもうやる機会ないと思ってたしね、ピンときたも夢見てごめんもすれ違う瞬間もツアー、すれ違う瞬間ツアーでやってたからワンハーフだったんですけど結構やってたけど、フルでもうこんなやると思わなかったから、もう完全にね結構忘れてしまって、ちょうどねあの出張公演行ってたからみんなと合わせられなかったんですけど、そうだからちょっと不安が大きかった。そうセブンティーンの時はもう いつも通り大丈夫でした。もう楽しいだけで、楽しいって感じだけでできた。楽しかったセブンティーンは、いやセブンティーンはじゃない、全部楽しかった、全部楽しかったけどセブンティーン特に楽しかった。あれ好きなんですよねセブンティーン、楽しい。よく17期で結構初期の頃はフェスとかでやってたんですけど、久しぶりにやっていい曲だなってなった。振りも好き。あの一番好きなところはセブンティーンの一番好きなところはなんて言うんだろう、感想ん、おなんだろう、あそこ落ち、おサビ、落ちサビっていうのかな、みんなで一列になって、あれこれこの前言ったか、言った気がする。一列になって前に出てく、走ってみんなで前に出ていくところが一番好き、セブンティーンって。あそこが楽しい。ね、なんか一曲一曲盛り上がってくださって嬉しかったです。裏でももうめっちゃ声聞こえて楽しかった。セブンティーン、お、みつき、くまありがとう、くま、あ、まささんもくまありがとう。セブンティーンはちょうど17期でさ、セブンティーンって曲あって嬉しい。16とかないじゃん、16とか18とかも曲ない、ちょうどセブンティーンがあってやった。
このポーズもさあんまりもうねやらないよね。17、この17でもさ、同じ17でも結構個性出るよね。でも親指めっちゃ反るんだよね、うん、親指めっちゃ反る。こんな感じ。17、腕もさまっすぐ上げてるのにさ反るんだよね。ピースもめっちゃ指反るし、ほらこんなやばくないこれ。普通にパーしただけでめっちゃ指反る。猿腕、猿腕っていうのか。ピース、え、器用なの？これって器用ってことなのかな？ね、うん、普通こんな反らない？器用そう。確かに指先は器用かもしれない。今日も可愛い、ありがとう。バスケで結構突き指してて、もうここが薬指がもうすごい癖がついてるんですよね。で今日フリースロー一回しただけでめっちゃバスケしたくなった。あの一回だけでみんながフリースローしてるのもずっと見てたっていうのもあったけど、バスケしたいな。もうなかなかないよね。もう体育とかやらないしさ、体育も部活もなくなったらスポーツもする機会ないからね。そう、ゆなちゃんもバスケ、ゆなちゃんバスケめっちゃうまいよね多分。でもゆなちゃんは絶対にうまいから一緒にはやりたくない。じゃあもう一回リベンジしよう。みんなでリベンジ、入った人もいると思うけど、みんなもう一回またバスケの企画やりましょう。一緒にやりたい、一緒にやりたいね。1対1とかじゃああれだけど、フリースロー対決、え、あれやりたい。また合宿、イーケンの合宿やりたい。あれっていつだ？じゃあ今日から毎日練習しよう。イーケンの合宿はいつだっけ？夏だったよね。去年の夏かな。去年の夏だったよね。1年前か。6月？すごいみんなよく覚えてるね。去年の6もじゃあもう1年以上立ってるんだ。やりたいな合宿。30分だね。何時までやろうかな。全員で合宿。17期だけも、17期と18期と19期ツアーのメンバーでやりたいな。もうただのお泊まり会だよねそれ。なんかずっとほぼ配信してたけど、朝から夜まで結構ずっと配信してたけど、配信ないとか普通にお泊りみたいな感じで、もう楽しかった。でもその日ねラジオやってたんですよね、私とそらら。ちょうど1年ラジオやってた時期だったから。でも割とみんなすぐ寝ちゃってた。眠か、疲れたのかな。あの日あれだよね、みんなとチェキの撮影会してた気がする。で雨も降ってたのかな。そういうさ合宿とかやった時って結構夜まで起きて
みんなでなんかしたいタイプなんですけど、割とみんなすぐ寝ちゃったからちょっと寂しい。おーさん、タワーありがとうございます。なんだろうこれ、赤ずきんちゃん、赤ずきんくま、ありがとう。すごい、初めてのタワー来た。ありがとう。くまずきん、ありがとうね。そう、合宿の、もうさ、合宿っていろんな企画とかやるけど、ただ何もしない、ただの日常を配信してるみたいなのもやりたい。茶末おめでとう。選抜じゃないですよ。なんかたまにいるよね、選抜、なんか握手会で選抜おめでとうって言ってくる人いるんですけど、あれなんでなんですかね。今日初めて握手しました、嬉しかったです。嬉しい、そう言ってくれてありがとう。写真会もぜひ来てください。ツーショット、どんなポーズしようね。マミ今飲んでます。お、一緒一緒じゃん。ツーショットってアルバムの時だけなのかな、多分そうだよね。名前作ろう。ん、もう始まってるね。10枚目のアルバム。そしたらアルバム 何枚持ってるんだろう、今までのやつ。何個か持ってると思う。当選したら必ず撮影できるから嬉しいね。あの劇場のピンポンのあのチェキのやつはさ、ピンポン決まらないと撮れないけど、今回のツーショットはもう応募すれば絶対撮れるから嬉しい。ファンの時に買ったの？そうですよ、昔その発売してた当時に買いました。1830m 持ってます、もちろん。あれ大好き。うん、この部屋にはこの部屋にはなあるかな、次の足、あ、次の足やと思ってる、次の足やと思ってます。アルバムって、アルバム、ここがロドス。あ、ロドスは持ってない、持ってないですね。なんか CD で当時あの携帯のなんだっけ、なんていうんだろう、プレイリストっていうのかな、携帯ので聞くっていうのがあんまりないか、 CD で聞いてたからさ、やっぱりCD はちゃんと全部買ってました。握手会行ったことあるのは結構いるんですけど、写真会、握手、あ、なんか握手はできると思います。そう、携帯、その携帯持ってはいたけど、あのその当時携帯持ってた時期って
今は聞き放題だけど、一曲一曲その買って聞いてたから、一曲ずつ買って聞いてたから、そんなバンバン買えなかったから、その時ね、懐かしい、一曲ずつ買ってたの。そう、 CD で聞いてました、全部曲。アルバム、あ、そう、ここにこの前部屋のロフトに行ったらめっちゃ AKB グッズあって、懐かしいやつここに、いっぱいあったんですけど、これとか、このさ、このセブンのくじのやつ、これ高見菜さん、ね、携帯小4から持ってました、小4。すごい、見て、これに写真がいっぱいあるんですけど、高見菜さんも、ね、これは高見菜さんのページ、これ持ってる？高見菜さんのページで、これが大島優子さんのページ。もうあって、ゆきりんさん、あ、ここなんかないんだけど、多分、いや、他にあるんだけど、ゆきりんさんのはいっぱい あるけど、ここゆきりんさん、え、ちゃんとあるからねちゃんといっぱいあるよ、あるんだけど、まゆゆさんとかね、ここもこっちと、まゆゆさん、ここにもいた、三田野さんいっぱいある、そう、いっぱいやってました。まさか残ってると思わなかった、こんなグッズが。いや、この時はさ、なんていうの、非公式をいっぱい持ってました。え、セブンのやつとかって非公式なのかな、セブンとかのプッチュとか、プッチュは非公式じゃないか、公式？これとか、やば、ぐちゃぐちゃになってる。海外旅行日記海外旅行日記、プッチュは公式か、さすがに。佐藤あみなさんの写真、生写真が入ってました。すごっ、いいね。これもあった。すごっ、なんか いね。なんかすごいレアな写真がいっぱいある、すごい嬉しいね、こういうの。AKB しか持ってないです、グッズは。田野さん、かわいい。
可愛すぎる。え、やば、すごい。プッチュも、プッチュが大量生産し、大量発生してるんですけど、いっぱい。もうプッチョはコンプリートしてました。コンプリート。プッチョのストラップとか、あの写真、ミニ写真集とか。これもワンダ。ワンダ。え、これもやばい。免許証とか。はい、あーもう板野さんばっか。プッチュ箱買いしてた。プッチュ何箱も箱買いしてた。うわー、エキビンさん懐かしすぎるね。これは残してない。もっと当時はあったはず。こちらさんとかみんなも持ってそう。もうこのなんかの本にさついてたやつ、これお、いい写真。キャラさん、もうこの頃が一番グッズ買ってた。小学生だった割には結構集めてた気がする。お、かわいい、キラキラの。これのゆきりんさんのソロ、ゆきりんさんのソロバージョンも持ってるはず。これセブンのやつ。え、このさ、これのゆきりんさんのやつもあっちにあるんですけど、指原さんのやつとかも持ってる。これね、懐かしい。これめっちゃ欲しかったね。すごい、シングルごとにあんのか。風は吹いているとか、フライングゲット、ギブミーファイブ、10年後の君へ。あ、これ、これ公式？公式はないのか。公式ないのか。マジスカ学園2とか。篠田さん。わあ、なんか、え、免許証欲しいな。免許、免許証。免許証、今グッズなんかできたらいいな。なんか自分のグッズ作ってみたい。自分で決めて、自分で考えたグッズ。これが公式じゃないか。どうなんだ。そっか、いっぱいあった。よし、これ見つけた瞬間テンション上がったね。免許証欲しいよね。作りたい。いつからないんだろう。証明写真いいね。証明写真、何がきっかけで好きなの。もうさ、 AKB 好きになったきっかけってないんですよね。もう本当になんか日常に当たり前にあるみたいな。なんかもうテレビつけたら AKB が出てるのが当たり前みたいな。なんか本当にきっかけなくて、気づいたらもう当たり前に好きみたいな感じでした。
小2、3くらいかな。その時いつくらいだろう、エブリデイカチューシャとかそんくらいな気がする。小2、中 8歳、9歳、8歳とかだから14年前、14年前くらいか。14年前ってエブリデイカチューシャとかそんくらいですか。もう給食とかでもさ、もう昼の放送でももうめっちゃ AKB 流れてたし、学校の休み時間とか放課後友達と遊んでる時もあの振り付け勝手に自分たちで振り作って踊ったりとかしてました。部活は2021年夏、13年前か。じゃあもうちょいあとか、あでもそんくらいかな。じゃあそんくらいなのかな、小3くらい、小3くらいかもしれない。初めて握手会行ったのも小3くらいかな、だったからそのくらいです。私テレビも、AKB が出てるやつ全部録画してたし、歌番組とかあの振り付けもテレビ見て真似して踊ってました。だからそれは当時あの勝手に振りコピして踊ってたのを実際に自分がステージに立って踊ったことあるのが恋チュンと心のプラカード、恋チュンと心のプラカードくらいかな。あとは鈴影も踊ってたし、僕らのユリイカ NMB さん、僕らのユリイカとか、なんだろうな、振りコピして踊ってたんですよ。それを実際さステージに立って踊ってるってなんかもう本当にすごいよね、夢みたいです。ここのプラカードは簡単だからね、フリーが恋中も真似できたんですけど、僕らのよりかもめっちゃ頑張ってもう何回も巻き戻してとかやって、あ鈴影ね、鈴影も真似してた。うん、あとあれだ、完璧グーのね、完璧グーのね、踊って真似してたかな。やってみたいなって思ってる。グーのね、ね、鈴影は言えますよ今でも。鈴影は腕で曲振りしてみたい、いつか。それでは聞いてください、それでは聞いてください。鈴影の木の道で君の母親を夢に見ると言ってしまったら、僕たちの関係はどう変わってしまうのか、僕なりに何日か考えた上でのやや気恥ずかしい結論のようなもの。あ無理だ、一息で言えない。これ息継ぎしたらちょっとかっこ悪いから一息で言わないといけないんだよね。早口だ、これ噛まないのが大事。いつかこれを曲振りするのが夢曲振りして歌いたい。鈴かけっていうのが難しいよね。鈴かけの木の道で君の方面で見ると言ってしまったら、僕たちの関係はどうかってしまうのか、僕らに何日か考えたようでやけ恥ずかしい結論のようなもの。おお、一息で言えたけど滑舌がダメだ。ちょっとこれは要練習ですね。
いつかのために早口言葉、これでちょっと早口鍛えよう。鈴影の木の道で君の方向を見るみたいとしまった僕の鈴影どうでしょうか、僕らにしか変わらないやけどもの、おー、まあ全然言えてないけど言えてる風早い。あ、得意な早口言葉なんだっけ、かもしかもしかも確かにしかだがしか確かしかではない、これしか言えない得意な早口言葉です。 AKB ショーで鈴懸の早口やってるコントめっちゃ記憶にある。鈴懸って盛り上がるんですか。でもあの途中のさコールというかコールみたいなところ楽しそう。なんか18期がフェスでやってたのかな。 AKB のバラエティはもう全部見てました。でも AKB ショーは BS だったから地上 BS の時登録しなくて、なんか共に見れた時があって共にしか見れなかったからいつも YouTube とかで見てました。いいよね鈴影、あのコール結構盛り上がると思うんだけど。でもいきなりさフェスとかやっててさあの曲振りされたらちょっと困るよね。それで聞いてくださいの後にあんな長い曲振りされたら、ね、あんまやらないよね。イントロそんな長いっけ。鈴懸なんちゃらイントロ、これって流していいの、流していいのかな。イントロクイズ絶対得意なんだけど、もう本当に自信がある、これだけは。イントロ無意見でさずっとイントロやりたいって言ってるんだけどね。で30分って言ったけど結局12時までやるかも、やるかもっていうかもう12時なんですけど、ありがとうね見てくれって長いいきなり1時間やっちゃったんだけど、あ確かになんかイントロをめちゃ削られるのとかよくあるよね。ちょっと流していいのかな。もう12時早いね、1時間早いね。ありがとうね見てくれてみんな、イベントというか握手会後に、イントロあるやつあるかな。あ、あった、これね。懐かしい、これ見てた、この AKB48 ショーのこの絵、ちょうどこの動画。ちょっといつか披露する日まで楽しみにしててください。え、いいねこのジュリナさんの歌い出しがいいよね。この時ジュリナさん推しだったんですよ SKE さんは。
いいね、なんか久しぶりに聴いたらめっちゃ好きな曲。あ、ここ、あと2分。え、ここ、これやりたい、このコール&レスポンス。大好きだ、いつか。あ、じゃあランキング読みたいと思います。急に。13位、デウスさん、ありがとうございます。12位、スタニーさん、ありがとうございます。11位、ヌーさん、ありがとうございます。10位、ミユミさん、ありがとうございます。9位、ターンさん、ありがとうございます。8位、シメゾウさん、ありがとうございます。7位、レッドブル TKM トロピカルオーシャンブルーマイスター8さん、ありがとうございます。6位、高橋さん、ありがとうございます。5位、あやちゃん、ありがとう。4位、まさくん、ありがとう。3位、みつき、ありがとう。2位、まささん、ありがとう。1位、おおさん、ありがとう。ありがとう。今日も一日ありがとうございました。握手会から配信まで、みんなと一日過ごせて楽しかったです。あ、スクショタイム何日目？6日目。今日はちょっと後半だけ AKB の話めっちゃできて楽しかったです。またしたい、いっぱい。また時間があるときにみんなと語りますね。語りましょう語りましょうね、 AKB の昔のことに、昔というか AKB について、また語りましょう。ありがとう。おやすみなさい。